本当に大丈夫なの、クロコ。詳しくは聞けなかったけど、昨日の事件で怪我をしたから今日は自室で療養でしょ。大した怪我ではありませんの。ただ医者が大げさに出血が激しかったから安静にしろと言っただけですわ。そうなの？でも怪我してると不便でしょ。今日は聖火祭の準備だけだし、学校休んで看病しようか。なんて素敵なご提案。ですがいけませんわ。お姉様の手を煩わせるだなんて。そんなことをさせたら、私は私自身を許せなくなってしまいますの。それは気にしすぎだと思うけど。ですが立場が逆だったら、私がお姉様にあんな看病やこんな看病を。あんた本当に大丈夫？なんか少しから元気に見えるんだけど。大丈夫ですのよ。心配ありませんの。ちゃんと寝ていますから。お姉様にはご自分のことをしていただいた方が私も安心ですのよ。そう？それじゃあ私は学校の方にいるから、ちゃんと寝てなさいよ。はい、行ってらっしゃいませお姉様。はあ、まだこんな時間ですのね。自室でただ寝ていると一日が長いですわ。私が寝込んでいて大丈夫かしら。今支部にはウイハルしかいませんし、気になりますの。ちょっとだけ覗いてくるだけですから。お姉様、ま、ごめんなさいですの。白井さん、あなたジャッジメントの支部に何しに来たの？あ、コノリー先輩。いえ、ちょっと気になって顔を出しただけですのよ。ウイハルはどこですの？ウイハルさん？彼女だったら白井さんの代わりに自分がってパトロールに出たわよ。いつも後方にいるウイハルが自らパトロールだなんて。私が怪我なんてしているせいですわね。何を言ってるの？ウイハルさんも立派なジャッジメントなんだから心配しなくても大丈夫よ。それより療養を命じられたあなたがなぜ支部に来たのかしら。ウイハルさんとあなたはパートナーでしょ。お互いに補完することで任務をやり遂げてきたじゃない。今のあなたの任務は一日も早く怪我を治すことでしょ。それは分かっているのですが。ウイハル飾り、ただいま戻りました。あら、ウイハルさん、早かったわね。はい、実は。あー、白井さん、やっぱりここにいた。自宅療養中なのに支部に来ちゃダメじゃないですか。美坂さんから様子を見に行ったら部屋にいないって連絡があって、きっと支部にいると思ったんですよ。ウイハル、私なら平気ですの。私には正義を行うための血が流れていますもの。あの程度の怪我で職務を放棄するわけにはいきませんの。またそんなこと言って、美坂さんも心配してましたよ。あ、ちょうど美坂さんが迎えに来てくれたみたいです。失礼します。あ、クロコ、ウイハルさんの予想通り支部に来てたのね。お姉様。怪我人が何してるの。おとなしくしてなきゃダメじゃない。さ、寮に戻るわよ。お姉様、ご心配をおかけして申し訳ございませんの。美坂さんだけじゃないわ。みんな白井さんが心配なの。さっきも言ったけど、今のあなたの任務は傷を癒すことよ。そうですよ、お二人のおっしゃる通りです。白井さんがいない分のカバーは私や小則先輩に任せて、しっかり怪我を治してください。私、考えが浅かったですわ。こんなに優秀なパートナーや心配してくれる皆さんがいるというのに、独りよがりでしたわね。そんな、白井さんが私を優秀なパートナーだなんて。でも早く戻ってきてもらわないと私の仕事が増えて困りますからね。そうね、あなたがいないと
戦力が厳しいのも事実だわ。だからちゃんとおとなしくして早く復帰してね。わかりました。皆さんの言う通り、私帰りますわ。ちゃんと直さなければ正義を行えないんですもの。まったく、あんたは調子いいんだから。それじゃ帰ろうか。はい、今夜はずっと一緒ですわね、お姉さま。あんた、安静にしてろって意味わかってる？もちろんですのよ。だからお姉さまの肩をお借りしてゆっくり帰りますの。わかったわかった。それじゃ、小則先輩、ウイハルさん、黒子がお騒がせしました。白井さん、お大事にね。早く元気になって私の仕事を減らしてくださいね。ええ、この白井黒子、怪我を完治させてすぐに舞い戻ってまいりますわ。